はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日は無料でとっても即戦力な沼プレイヤーという無料音源をご紹介します。ぜひともぜひとも使ってみてください。とっても機能も素晴らしく、音には好みがありますので、いろいろあると思うんですけれども、主に鍵盤系の音が揃っていまして、そしてストリングス。基本仕様というのは、今画面にありますように4つのセクションがありまして、この4つはレイヤーのように使えます。これをスイッチをオンにすると、今エレクトリックピアノとストリングス&パッドというのがオンになったわけです。そのボリュームのバランスをここで変えることができます。ここでストリングスのセクション、これとローズのピアノ、これを混ぜた形で音を鳴らしてみましょう。素晴らしいですね。これが無料なんて信じられないというぐらいよくできています。まず使うのには、上のプリセットで選ぶと便利です。ボタンを押しましたら、右側にプリセットリストが出てきます。もちろんプラスとか、インポート、エクスポートプリセットのやり取りもできるようになっています。そしてプリセットを更新したりすることも、ここでできるようになっているところも、基本的な機能はちゃんと押さえているということになりますね。鳴らしながらプリセットをいろいろ変えていきたいと思います。このようにプリセットを切り替えれるわけです。3つ目のキーにはちょっと変わった鍵盤楽器もありまして、マリンバのような音、クラビネット、このようなキーが入っています。こちらがストリングス系です。ちょっと鳴らしていきます。このように4つのレイヤーで、楽器としては27種類の音色が入っています。では1つずつ、エフェクトなどを見ていきましょう。上のピアノで説明したいと思います。ここではカットオフなども設定できます。このように
カットオフとレゾナンス、強振ですね。そしてアタック感、そしてリリース、4つのパラメーターがあって、その隣にはフランジャーなども入っています。フランジャーを切ってみると、このようにエフェクト系はオンにしたりオフにしたりができるところもいいところですね。セッティングを見てみます。セッティングにはMIDIのホールド、いわゆるサスティンペダルですね。そしてオクターブ、トランスポーズなどが設定できます。トランスポーズというのは半音の上下です。ちょっとやってみましょう。オクターブ上げます。パラメーターを戻したりするのは、すべてのところで、Windows の場合は、Alt キーを押しながらクリックすると、標準値に戻ります。この右では、キーボードに対しての範囲を設定したりできます。例えばこれを上げていくと、下の方の音程は使わなくなります。これはアッパーです。そしてベロシティも、どのベロシティ以上は音が鳴らないとか、ここで範囲を設定します。このようなこともできるわけです。基本はすべてにしておくと良いと思います。また、下の方ででも、このようにマウスで、範囲を設定することができます。これにより、ありえない楽器の音程、ストリングスとか、ここにあるキーズの中では、そういう楽器もありますので、そこで調整することもできるというわけです。先ほど言いましたようにサスティンペダルですけれども、サンプルのミディフレーズ自身もダンパーを踏んでいます。サスティーンが効いてるときには、この先頭が赤くなるというわけです。ちょっと聞いてみてください。ミディでは CC の64、これに相当します。次はエフェクトです。このようにいろいろありますけれども、右のペンシルマークでどのエフェクトを利用するかというのが出ています。ここでチェックを入れると、このようにたくさん並びます。たくさんあるときは、ここでマウスのホイールを回すと横スクロールができるようになっています。また、画面を小さくしておいて、先頭の楽器のところでマウスホイールを回すと、このように上下スクロールもできるようになっています。そんなにも邪魔にならないので、4つのレイヤーが見えるように、セッティングしておくのも一番いいかと思われます。そして右側がマスターです。マスターのエフェクトのことです。このように今はディレイ、リバーブ、そしてマスターのイコライザー、コンプレッサーが入った状態になっています。これを切るとグレーになります。ちょっと見にくいところが、もう少しはっきりしていてもいいかな、と思いますが、ちょっとリバーブを深めにかけて、テストをしてみたいと思います。リバーブはルームサイズやワイド幅、そしてハイのダンプですね。4つのレイヤーがありますので、それぞれにセンドエフェクトが4つあります。これでサウンドの一つ一つをどのようにリバーブをかけるか、それが設定できるわけです。ちょっとやってみましょう。Thank you.
これでマスターにイコライザーをかけていきます。低音を上げます。コンプレッサーはどうでしょうか。ここはスレッショルドです。そしてレシオ、そしてゲインです。このようにマスターのエフェクトとコンプレッサーなどをかけることができるというわけです。このように無料ですので、皆さんぜひともダウンロードして使ってみてください。日本語でダウンロードしたい方は、このディリゲントのサイトに行くと、ダウンロードができますし、最新版は2022年3月17日に 1.03 にアップデートされたようです。アジオドライバに対応していなかった。ということがちょっと不思議ですけれども、これはスタンドアロンの話だと思います。このような形で無料でダウンロードができます。ダウンロードはこちらからというところにありますので、Mac の場合は上側、Windows は下側で、青いダウンロードボタンを押して、ダウンロードしてください。そして、これは iOS のバージョンもあります。開発元のサイトに行くと、iOS もあることがわかります。iPhone や iPad でも使ってみましょう。沼プレイヤーと呼んでいるみたいです。今、私の画面は日本語モードに変換していますので、英語表示ではこんな感じです。ここまでできるソフトが無料というのは、とっても嬉しいですね。皆さんもぜひとも試してみてください。村長スタジオ中野人でした。